その剣を取り、世を救え。始まりはたまたま選ばれただけだった。絶望が跋扈する地で祈りを捧げていた無能な神官のもとに天の炎が落ち、剣が与えられた。それだけのこと。頭に鳴り響いた神託に打ち震え、それに従い必死に戦った。そして戦い続けていた腕を止め、ふと顔を上げてみると、パンドラと呼ばれていた故郷は絶望が封じられていた。虚栄心に浸る暇はなかった。通告を聞きつければ東へ、おえつが漏れれば西へ向かった。故郷に平和をもたらしてなお戦うことを求められた。来る日も来る日も魔物をほふる。傷はいつも絶えなかった。ありがとう、英雄様。ただ笑顔を救えた。故郷を取り戻してくれてありがとう。涙を拭うことができた。それが誇らしかった。あの人を返して、だが世界はそんな俺を嘲笑った。どうして早く来てくれなかったの？何も守れないくせに何が英雄だよ。救っても救っても救いきれぬ。さらなる悲劇がつかの間の幸福を塗りつぶす。俺がどんなに戦ってもお前たちから流れる涙は止まらない。隣に立っていた友も一人、また一人といなくなっていった。また遠征に失敗したのか。何が炎が効かぬ黒き魔物だ。どれほどの人と金をつぎ込んだと思っている。
栄光と凋落は表裏だった。成果を上回る犠牲に罵倒が飛んだ。犠牲を上回る命を守っても石が投げられた。奴は英雄のまがい者だ。あんなものは偽物よ。敗残者め、事実だった。だからどれだけ罵声を浴びようと、いくら石を投げられようが、うつむいてすまないと詫び続けた。そしてなぜだ、なぜ墓すら建てられない。人々のために勇敢に戦った者たちがどうして名を残すこともできないのだ。苦労するのは俺だけにすればいいだろう。死した者に尊厳はないというのか。それがお前たちの仕打ちなのか。気がつけば俺は英雄ではなくなっていたらしい。